すごい。地味に嫌なのが稲荷崎のこの応援なんだよな。稲荷崎は吹奏楽も強い学校でしたっけ。いがでかいラッパかっけラスイチ幽体離脱時間差すごい時間差じゃなくない言いたかったんだろ今打ったのセッター普通に強いないやでもトス上げた方がすごくないいいぞミヤほんまよ、飛ぶな。さあ、これから兵庫県代表稲荷崎高校対宮城県代表からすの高校の試合が始まります。よし、くそ、俺らがビビってどうする。落ち着け。誰もカラスノが白鳥沢に勝つなんて思わなかった、またみんなをびっくりさせましょう。じゃねえんだから。はい。こっち見た。俺のサーブの邪魔すんなよ。このやかましぶた。すみません。サーブの時は静かにしてもらえますか。何よ。テレビでよくやってるやつじゃん。勝負一切はサーブとスチッと流れたな。朝日一本集中。これブーイングですか。サーバーに対しても自チームのサーバーには静寂と集中を、相手には喧騒と動揺を。ほんと訓練されてるな。次両校強気のサーブで早くも流れの取り合いが始まっています。今回の試合の注目はやはり高校ナンバーワンセッターの呼び声高い稲荷崎の宮厚夢でしょうか。そうですね。それと今回はカラスノのセッターにも注目したいですね。カラスノ高校亀山トビオ、こちらもユース候補になっている有望な選手です。まさに東西セッター対決。いい感じに止めた。打つの忘れた。同時にやれねえならやるな、ボケ。
打つのを忘れたって言うた？言いましたね。こいつ今までのジャンプがマックスやなかったんか。俺ら相手に実験ぶっこんできよったんか。トビオ君も我が道行くタイプやと思ったけど、こっちも大概やな。